なんか英語得意になってきたかも。赤木のおかげかな。じゃあおっぱい揉ませて。赤木さ、ここ図書室じゃん。うん。家だとイチャついて集中できないからここで受験勉強してんじゃん。うん。で、なんだって。涼子ちゃんのおっぱいを揉ませて。お前って頭いいくせに時々ほんとバカなこと言うよな。バカなこと？こんな人目のある場所で胸なんか触らすわけねえだろ。涼子ちゃんは粘り強くお願いしたらきっと揉ませてくれる。いや、ね、そんな気がするでしょ。なわけねえだろ。どうかな、涼子ちゃん推しに弱いし。私はそんな軽い女じゃ。知ってるよ。でも僕だけ我慢してるの。涼子ちゃんは？私は別に。もっとベタベタしたいとか思わない？思わな。なんだよ。わかるでしょ、おいでってこと。だから私は別に。いいんだよ、我慢しなくても。まあ誰にも見られてないし、ちょっとだけなら。その代わり僕にもおっぱいを揉ませて。なんだよそれ。僕にだけ我慢しろっていうの？じゃあいいよ、私はそんなに我慢してな。ほら、